から一級整備士の整備課の教材作成が始まりました。内容は車両からエンジンを取り外すという内容です。でこちらがその取り外したエンジンです。はい、じゃあ元の車はどうなったんでしょう。エンジンなんかもうねえよ